はい、というわけでプレイしていきたいと思います。クラフトピアやっていきましょう。今日はね、何しよっかなと思ったら、とりあえず新しいワールド開けたいなと思ってるんですよ。それとは別に、そろそろ畑結構できてきたのではと。え、言うてまだこんだけ、しかも乾いた畑もあるし、またストックしてるな、これ。たぶん、また固まってますね、きっとね。ほら、これバランス悪いな。バランス悪いですね、ここに。ちょっと割るか。割るか。それとも、レーザー作業台で作った方が良いか。これレーザー作業台案件かもしんないね。どうしよっか。素材ごとにチェストにまとめて、それから必要個数だけ取り出す。そっちの方がいいかもしんないな。それちょっと試してみよっか。ドロッパー12個あるんで、もうちょいドロッパー必要かな。畑の材料何が必要か見えてからだね。畑15、6、7、17個ぐらい必要かな。あ、違う、あそこで作りゃええやん。そこで作りゃええやん。ええやん。これ100個作れるんで、まあ25個ぐらい作っときましょうか。じゃあその間にちょっと上で道を分けとくか。麦と鉄と砂を分けましょう。そうしましょう、そうしましょう。で、今ここに鉄があるよね。じゃあ砂はそこまっすぐにすれば砂になるね。そうだね。じゃあこっちで、はい、砂できましたと。ちょっと不便だな。1マスだけもうちょい外に回そうか。よいしょ。こうですね。これでいいかな。もう1マスだな。だったらこっち持ってっちゃうか、そのまま。そうしてんね、それね。イエス。で、ここでちょっと一回、多分この向きで合ってる。取れてない。合ってない。これで合ってる。嘘だろう。もう一回やり直し。振り出しには戻らんけど。何、そこに砂が引っかかってんだ。
モスはどっから湧いてきた？なんか起きてんな、ここ砂。あ、ここ飛ばしてんだ、砂。なるほど。こうですね、そしたら。砂の数量制限やってたんだよ、あっちでね。よし、これでいいか。数量調整を終わって、で、まあ、こんなもんでいいか。あとは削るのは簡単だしね。どうしよっかな。なるほど、ここで鉄と麦を揃えてんのか。これ取ったらどうなるんだっけ。どこに吐き出されるんだっけ。確かなんかこっち側に吐き出されてなかった。どこに飛ぶ？おっ、なんか横に流れてったね。なるほど。多分麦の位置ずらすのめんどくさいんで、鉄を1マス横に落とそうか。そうしようか。そうしよう、そうしよう。あ、いや、鉄上から戻せばいいか。そしたら、OK だね。OK、OK、OK。鉄を上から戻せば、ラインを調整しなくて済むわ。浮いて。こうですね。登りね。じゃあアブズバ戻しとくか。しなくてよかったな。今更だけど、流量調整の方法今更だけど思いついたわ。もういっか。そしたらどうしようかな。とりあえず鉄。いや、向きちゃんとしといた方がいいか。横に飛ばすんで。よいしょ。で、まあ、これもこっちにして。チェストを。こうですね。
そばをこう これやばいな。座れる恐れあるんで、こうしましょうか。砂落ちてきてなくね？落ちてきた。オッケーオッケー。で、次が麦。もうちょい手前でいいかな。こっちでいいかな。いや、こっちでいいか。よいしょ。で、こっちも、チェストを設置しの。アブゾーバーを。お、嘘。おい、なぐんな。よいしょ。これで、一応一通りできたと。あとはラインを敷きまして、こうですね。で、ドロッパーの数調整できますと。エンチャントインゴット混ざってる。あ、乾いたと洗った混ざってんね。で、これコスミ入れたっけ。あ、見れますね。5対10対2。10対2。でも鉄が5ですね。鉄が5ですね。うわ、混ざっとる。じゃあこっちでいっか。1、2、3、4、5。で、こっちが10ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっと横に落ちてったら困るから、壁だけちゃんと貼っとこうか。よいしょ。あ、そこじゃない。ちょっと大丈夫だと思うけど。で、そこに2ですね。よし。なので、こ
これ一回回収して、おっと親が起きてくる。ちょっと待て、ちょっと待て、麦畑を一枚増やしたい。じゃあ3枚ぐらい増やすか。畑がなんで取れんだよ。コンベアだぞ、俺が欲しいの。よし。で、ちょっと壁の位置を。こうして。こうして。こっちのアブソーバーを払おう。よし、よいしょ。こっちでっかい。よし、これでいいかな。これで落ちるだけだったらいいんだけど、壁に座れずにね。あー、もうちょい上だな、これ。もうちょい上っすね。だけじゃ今日ここで終わりにしようかな。これぐらい、いや、いけるか、いけるか、いけるか。いや、いけないよな。ちょっとします。いいね、いいね、自動化できているね。あとはこれに途切れない量の材料を供給できるかどうかですね。こっちもちょっと上、クエックエックエ泣いてんな。ちょっと上の砂のルート削っとこう。もう上で調整する必要なくなったから。よいしょ、こっち削りましょうか。砂を販売するルート。よし、なんでもう2分の1ぐらいでいっか。
つどうなってんだろうね。生産速度フルで回ってんのかな。溢れてたりする？お、溢れてない。溢れてないね。鉱脈はちゃんと全部掘ってる？掘ってそうだね、このまんまだと。そうだね、掘ってるね、多分フルで。本当は開始タイミングずらしたいけどね。麦畑だな。本当にランダムでやってんだな、これ出すの。整理ボタンってどっかあったっけ？ちょうど一番右上の列まで。あ、無理だ、俺が麦がねえわ。しまった、俺が今覗いてたから止まってたわ。大丈夫か。これ収穫量よりペース早いのでは。今10、20、次で30。あ、もう飛んでったら30で収穫されたのが来る。40、収穫されたの来てないのでは。これ来てないですね。なるほど、ここじゃダメと。こっちじゃなきゃダメということですね。麦畑増強が必要かもしれない。鉄も減ってんのかな。いやー、減ってそうだな、減ってそうだな。うわ、どう見ても減ってるわ。ちょ待って、俺割合間違ったのでは。これさあ、鉄が5なんだ。半分にしたらダメだ、これ鉄が溢れちゃうわ。1対5対 2.5 だから厳しいな。 2.5 かよ。これは困ったね。下で作った鉄でもこっち持ってくるか。つか畑作るところすげえな。これどんぐらい増えるんだろうか。
メだねこりゃ。圧倒的に減り続けてるよね。51。整理ボタンないの。真ん中ボタンって書いてるわ。でもこれこっちだけじゃないんだろう。うえー知ってた。そうなんだよ。俺のインベントリマジシーズされちゃうんだよ。困るんだよねそれ。というわけでじゃあ今日ここで終わりにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。静止画でした。